日本人は正気ではないようです。アメリカから来た女性は日本の空港について驚愕してしまいます。ヨーロッパ一周を終えて帰ってきた彼女は日本人の特別な行動を見てこれまでのヨーロッパ旅行で経験した多くの苦痛が消える経験をしたのです。その場で涙を流す彼女にはどんな事情があるのでしょうか。彼女の話を一緒に聞いてみましょう。 こんにちは。私は25歳のアメリカ人リリーと申します。私は今、世界中を旅しています。誰かは私のことを人生を楽に生きていると言ったりします。若いのに遊んでばかりいる姿がよくは見えないのでしょう。 SNS に写真でも載せれば、私を知らない人たちが反応してコメントを残すのですが、若いのに、こうやって遊んでばかりいると、歳を取った時に苦労しますよとか、若いというのは、こうやって未来を考えずに遊べるからいいですね。という皮肉な内容が多いです。しかし、彼らは私がなぜこんな旅行をしているのか、旅行を始める前に、どんな人生を生きてきたのか、知らないから気にしないようにしています。 人々の考えとは違って、私は幼い頃から仕事をしていました。父なしで母と二人で暮らしながら、母の大変な姿をたくさん見てきました。初めての仕事は母の建物を掃除することでした。 当時、母は毎朝、建物の掃除をしていました。ある日、ひどい体調不良で、一晩中苦しんでいた母は、夜が明けて、具合が悪い体で掃除をするために出て行ったのです。母が心配になった私は、母について行きました。夜の間に汚れた建物を掃除するのは、本当に大変でした。毎日母がこのような仕事をしていると思うと、胸が痛くなりました。私はその日以来、 学校に行かない日には母について行き働き始めました。そして私が16歳だったある日の朝のことです。普通私が学校に行く時は母は仕事に出かけたので一人で準備をして学校に行くんです。でもその日は母が仕事に行かずにベッドに横になっていました。母が横になっている後ろ姿に何か不安を感じた私はそっと近寄りました。母が気を失っていたんです。 驚いて救急隊を呼んで病院に行きました。夜の間に脳出血し、それが原因で母は体を動かすことができなくなり、病院でも母は何度も死の峠を越えて耐えていました。しかし結局、倒れてから2週間で亡くなりました。一人残された私は恐ろしくて辛かったです。でも私には悲しむ暇はありませんでした。 母の病院費のためでした。アメリカでは病院に行くと高い病院費が負担なので母は一度も病院に行かなかったんです。ところが最後の2週間病院に入院し、投薬と様々な治療でものすごい高額の病院費が請求されました。母が苦労して稼いで用意した小さな家と車、すべての財産に赤札が貼られ、私は施設に入らなければならなかったんです。 その時から私は学校に通いながらアルバイトをし始めました。そして高校を卒業するとすぐに仕事を始めました。その時はむしろ学校に行かずに完全に仕事だけができるという事実にほっとしたりもしました。生まれて初めて病院に2週間いたという理由でこれまで苦労して稼いだすべてのものを失ったということが信じられず、 とにかく、お金を稼がなければならないという考えしかありませんでした。私は、1日に3つの仕事を掛け持ちしながら、何年間も休むなしで暮らしました。そのため、じっとしていると落ち着かないほどになり、とにかくお金を稼ぎました。そのせいか、私はいつも落ち着きがなく、物忘れがひどかったです。余裕のある時間がなく忙しいので、少しもじっとしている時がなく、せっかちな人のように見えていたはずです。 ところががある日友達私がとても疲れているように見えたので、友達が心配してくれていると思いました。それで大丈夫。ちょっと休めば良くなると思うけど、休む時間がないからだよと言ったんですが、友達は私の体の健康のためではなく、物忘れがひどいため、病院を進めていたのです。そして、私の物忘れが認知症だというほど、ひどいと言うんです。 実は以前から感じてはいたが、最近はその程度がさらにひどくなっているようだと言いながら、そのまま見過ごさずに、必ず病院に行けと言っていました。ところが、私がどこかが骨折したり、事故に遭わない限り、病院にお金を捨てたくはありませんでした。だから返事だけして当然、病院には行かなかったんですよね。 ところが仕方なく病院に行かなければならないことが起きました。一日に何回も変な行動をし始めたんですよ。職員たちと外回りに出て、職員を乗せることもなく、私一人で運転をして帰ってきたりもしました。重要な書類作業をしておいて、どこのフォルダに保存したのかも思い出せないこともありました。週に2回は会社にカバンを置いたまま退勤し、 3回は家に携帯電話を置いて出てきて帰ったりもしました。結局、会社でも私を信じて任せられないと言い、病院に行けという話が出ました。私も手に負えないミスを犯し続け、結局、病院に行くことになり、認知症ではないという診断を受けました。しかし、私の物忘れは一般の人とは違うほど病的だということです。 そして、今すぐ仕事とストレスを減らさなければならないという診断が下されました。そうでなければ、日常生活が不可能になるほどで、それなら、認知症と同じくらい、大変になるということです。私はとてもショックを受けました。ただ、忙しい生活の中で、バタバタしているだけだと思っていたのですが、何年もの間、積もった疲れとひどいストレスによって、 日常生活が不可能になったのだということです。急に母が思い浮かびました。ずっと仕事だけしてきて、ほんのついたも気楽に休めずに亡くなったのですが、私も同じように、そのように死にそうな気がしたんです。私はその時、世界旅行の準備を始めました。病院に行っていなかったら、私は一生アメリカの中での旅行にも挑戦しなかったでしょう。 そのように私は旅行をすることになったのですが旅行をしながらも私は物忘れのせいで危険なこともたくさん経験したし苦労しながら旅行をしました特にヨーロッパを旅行では物をたくさんなくしたせいで旅行をやめたいとも思いました自分自身にとても腹が立ちましたどんなものでもちょっとテーブルに置いてトイレに行ってくると絶対になくなっています カバンを前に抱えるように言われていましたが、忘れて後ろに背負っていて、財布をなくしたりもしました。何度も警察署を訪ねましたが、楽したものを見つけたことは、一度もありませんでした。とても悔しくて友達に話すと、答えは一つでした。注意力が足りない私が物を置いていったので、こんなことになったということです。 品物を置いて席を外すと、それは誰かが盗んでいくと思うべきということでした。しっかりしていない自分自身に自信もなくなり、気遅れしていたので、旅行をすることにしたことも、間違っていたのではないかと悩みました。そして、旅行先で出会った友達も、私の物忘れについて知ってからは、私に嘘をつきながら、 私のものを持って行ったり、犯罪のターゲットにしたりしました。私はヨーロッパ旅行をしながら、人に対して多くの失望を感じました。 自分の利益のためなら他人に被害を与えることを厭わない人が思ったより本当に多いということを知りました。あまりにも多くのものを失い、すりにあって旅行をするほど挫折感と無力感まで感じるようになりました。その時、私は一度も行ったことのないアジアへの旅行計画を立てました。どうせヨーロッパ旅行を途中で終わらせるなら、 一生行くことができないかもしれないアジアにある国を経験してみたかったんです。そうして決めた国は日本でした。友達に私の状況を話すと友達は悩みもなく日本を推薦しました。ヨーロッパでがっかりしたことすべてが日本に行けば癒されるという話もしながらです。私はすぐにゲストハウスで何度か挨拶をした日本人旅行客に慣れ慣れしく質問をし始めました。 彼は私の話を聞いて自分もやはりヨーロッパに適応しにくかったという話をしました。彼は日本でしていた習慣をヨーロッパでしていたら私のように何度も盗まれたそうです。そんなことを経験して最初は自分を責めて大変だったと言っていました。そしてヨーロッパに来たら日本がどんなに安全な国なのか分かるようになったというのです。 私はその話を聞いて、日本という国はどんなところなのか気になりました。そして、日本の空港についてから、その日本人が言っていたことがどういう意味なのかわかりました。私はホテルの予約日の関係で、翌日の午前まで空港に泊まらなければなりませんでした。ということで、まずはどこからな席を探したんですが、案内デスクで聞いたら、 楽なソファーがある空間を案内してくれました。私はそこに行きました。私はそこまで移動しながらも、私がまたうっかり荷物をどこかに置いていくのではないかと、ずっと不安でした。それで手にカバンをギュッと握って、絶対に離さないと気をつけていました。 睡眠室へ行ったら、ちょうど飛行機の延着で、時間を潰している日本人が寝ている姿を見ることができました。ところが、私は彼らの姿を見て、とてもびっくりして、その場で立ち止まっていました。不思議なことに、日本人は横にカバンを置いて寝ていました。もちろん、大きなスーツケースを持っていく人は多くないでしょう。でも、旅行カバンの上に置いてある荷物は、すりに合いやすそうでした。 そのまま持って行っても、誰も気づかないと思ったんです。ところが、日本人は何の心配もなく目を閉じていました。一人、二人ではありませんでした。他の日本人も、やはり自分の荷物には気を使わずに、コーヒーを取りに行ったり、 トイレを済ませてくる姿を見ることができました。さらには、携帯電話を充電したままの人もいました。もちろんその隣には、人がいません。どこかで監視しているのかもしれませんが、このように持ち主のいないところで、携帯電話だけ置いておけるというのが驚きでした。今までヨーロッパでは、少しでも自分の持ち物から目を離すと、 100%の確率でスリに合っていたので、さらに驚いてしまいました。ある時はヨーロッパで写真を撮っていて、携帯電話を奪われたこともあったんですよ。旅行に行ったら、 当然写真を撮らなければならないじゃないですか。腕を伸ばしている間に、誰かが私の携帯電話をひったくって、素早く逃げたので、私はついていけませんでした。その上、ゲストハウスで集まって、お酒を飲みながらこのことを話したら、私の方が悪いという結論で締めくくられました。でも、日本では、携帯電話を自分の手で持っていなくても、誰も盗んでいかないんです。 普通はこういう状況だと、周りの人が顔色を伺うんです。すると、その人たちの中で、誰かは私のものを盗もうとしていると、警戒するようになります。しかし、日本人は他人の持ち物には、全く興味がないように見えました。私には、その姿がもっと不思議に見えました。本当に驚いたことは、他にもありました。 コンビニによって風に当たるために空港の外に出たんですが驚いたことに道にスーツケースが一列に並んでいたのです。私はその様子を見てなぜスーツケースが置いてあるのか気になりました。ところがしばらくしてバスが止まるところを見ると人々はスーツケースを自分が列に並ぶ代わりに置いていたのです。私が想像もしていなかったことが日本では実際に起こっていました。 私だけでなく近くでバスに乗ろうとしていた外国人全員がその場面を見て動画まで撮影した人もいました。ヨーロッパでスーツケースまでなくしてしまった私はその後はどこへ行ってもスーツケースを持ち歩かなければならなかったんです。その時もしばらく出てスーツケースまで持って出てきた私の姿が 恥ずかしいほどでした。私は日本人の市民意識に簡単せざるを得ませんでした。私はこの驚くべき行動を見て安心しました。どこへ行っても不安になる必要がないというのがあまりにも恵まれた環境だと思いました。でも私は日本旅行でもやはりたくさんのミスを犯しました。気を引き締めては行った食堂では携帯電話やカバンをきちんと持っていましたが トイレで化粧直しをして、ポーチを置き忘れた経験があります。でも、すぐに思い出して取りに戻ってみると、多くの人が行き来するにもかかわらず、私のポーチは、そのまま置いてありました。でも、もっと驚くべきことは、日本で出会った友達に、私がヨーロッパ旅行で盗まれた話をしたら、みんな私のせいだと言わないということです。他人のものは、目の前にあるからといって、持って行っても良いという意味ではないので、 当然盗んではならないとし、自ら罪悪感を持つ必要もなく、自信を失わなくても良いという話をしてくれました。初めて私の行動が間違っているのではなく、持って行った人が間違っているという話に、 恥ずかしかったですが、涙を流してしまいました。私は、なぜ友達が日本旅行をおすすめしたのか、正確にわかりました。日本でのこのような反応が、私を大きく変化させてくれました。日本では、物を取られないように、きちんと管理しておかなければならないという、脅迫的な考えから抜け出すことができたし、そうするうちに、精神的にとても楽になりました。 その後は物忘れや不安行動などが目に見えて改善されました。日本でやっと病気を治せるようになった私は日本で生活しようと調べているところです。日本でないとこういうことを経験できないということを知ったんです。まさに日本という国はこれまでずっと探してきた夢の国だと思います。 やっと夢の国を訪れることができた私をたくさん応援してください。私の話を聞いてくださってありがとうございます。治療費がなければすぐに別の場所に移動してください。アメリカのある病院で幼い少女患者を追い出しています。その様子を見守る医師は泣いている少女を見て見ぬふりをして、 イライラした表情で立っています。この時、ある男性が近づいてきて、医師に紙一枚を差し出します。ゆっくりと内容を読んでいた医師は驚愕し、その場で気絶してしまいます。一体アメリカのこの病院では何が起こっているのでしょうか。お便りを一緒に見てみましょう。こんにちは。私は現在、アメリカのシカゴにある病院に勤務している、医師のアダムと申します。 私は幼い頃、病気の母のせいで、いつも憂鬱だった記憶があります。父は母の病院費のために、いつも休まず仕事をしていました。大きなトラックを運転していたので、数日に一度だけ家に帰ることができ、そのように苦労してお金を稼いできても、母の病院費を賄うのが、とても大変でした。母はいつもそんな父に申し訳ないと思っていたので、 何かしようとしていましたが、あまりにも具合が悪くて、一日仕事をすれば、一週間は休まなければなりませんでした。後で母が亡くなってから、私も大きくなって、父に母は何の病気だったのかと尋ねましたが、父も正確にわからないと言いました。病院で精密検査を受けたことがなく、いつも近所の小さな病院で、その都度治療を受け、薬をもらう程度で持ちこたえていたのです。 それだけなのに、父が稼いだお金を全部使わなければならないほど、アメリカで医療費は本当に高い状況なんです。実際、私たちのような貧しい人々のための医療制度もあります。しかし、それも制限が多く、精密な検査の場合は、その恩恵に該当しませんでした。そのため、正確な病気を知ることはできず、心当たりがある症状だけで、薬を飲みながら耐えなければならなかったのです。 私の推測では、心臓に問題があったようです。母が病気になった日には、テレビで見るように入院をして、医師たちに合わせてあげたいと考えたりもしました。しかし、母は入院して、治療を受けたこともありませんでした。そのためか、私は幼い頃から、医師になるのが夢でした。他の人たちを治療したいという考えよりは、母の面倒を見てあげたいと思ったからです。 当時は私が大人になる前に母が亡くなると思ったことがなかったんです。父は医師になるのは簡単なことではないと言いました。勉強をたくさんしなければならないと話していました。私は勉強はかなり得意なので、勉強を頑張るのも問題はありませんでした。 ただ、医師になるためにも、お金がかかるのかということが気になっていました。父の話では、勉強が得意なら、学校で学費まで出してくれるので、お金がなくても、医師になれると言われました。いつも何をしても、お金がかかって諦めなければならなかったのですが、医師になるのは、お金がかからずに、勉強さえできればいいという話に、希望ができました。 そして、私は本当に医師になりました。長い間、本当に大変でした。ところが、一番大変だった時は、母が亡くなった時です。その時は、私の夢が、根こそぎ崩れるようだったんです。私がどうして医師にならなければならないのかもわかりませんでした。でも、いつも私を誇りに思っていた母のことを思い出しました。母は、私にあなたが私のような子供の母親一人を生かすなら、 その人の夫と息子がどれほど喜ぶか考えてみて、私はそんなことを考えると、あなたがとても誇らしいと話しながらですね。私は再び元気を出して勉強を始め、ついに私は医師になったのです。 そして今、私が働いている病院は、アメリカの他の病院とは、ちょっと違うところです。アメリカでは、よほど痛くない限りは病院に来ません。ほとんどは、スーパーで薬を買って飲んで、家で休みながら過ごしています。刃物で切られたり、ぶつかって血が出たりした傷は、軟膏や絆創膏で処置することも多いです。 このような理由はアメリカの高い病院費のためです。体調を崩したり、怪我をしたりすると、体の心配よりは病院費の方が心配が大きいです。そのせいで借金に苦しむ家も多く。 結局は路上に追い出される人もたくさんいるそうです。私の病院はこのようなことにあった子供たちを治療する病院です。大きな病院ですぐに手術をしなければならないのに、お金がなくて退院する子供たちや、両親がいなくて病院さえ行ったことがない子供たちが私たちの病院に来ます。そのように数多くの子供たちが集まった病院であるだけに保護者がいない場合もあり、 治療さえ不可能な状態で状況が良くない子供たちもいました。それで特別な奉仕精神や犠牲精神がなければ耐え難い病院でもあります。この病院は政府の補助で作られた病院ですが、あまりにも有名な病院で、社会で名声を築いた有名人の寄付も多く受けている病院です。それで普通の病院より施設が良くて、とても高額な最新式の医療機械をたくさん備えています。 そのため、他の病院で治療できなかった難しい手術を成功させる病院として有名でもあります。その場合は、一般の病院と同じくらい治療費をもらうこともありますが、この売り上げが病院運営の最大の力になっています。この病院は、一言で言って、実力が良く施設も良い優秀な病院でありながら、社会活動に参加する品格の高い病院なのです。 それで、この病院に勤める医師と看護師たちは、自らも大きなプライドを持っています。ところが、数年前から良くない噂が出回り始めました。院長が急に具合が悪くなって、新しい院長がいらっしゃったんです。その方がいらっしゃった後、当院に特別病室が作られ、ここに権力のある人たちの家族が入院して治療を受けさせるという噂が流れたのです。 実は病院の関係者は皆知っている話なのですが。 病院の外部に漏れないようにするようにという注意を受けはしました。ところが、その事実が知られ始めると、院長は堂々と行動し始めました。お金にならない名声は必要ないと言いながら、無料診療を受ける子供たちを、だんだん減らすようにとおっしゃるんです。こうすると、当院はもっと有名になり、大型病院になれると、医師たちを説得したりもしました。大きな病院の医師という肩書きが、 結局は私たちにも役に立つと言っていましたね。しかし、当院の医師たちの場合は、実力がなくて、この病院にいたわけではなく、苦労してでも、かわいそうな子供たちの面倒を見たいという信念を持ってきた医師たちだったので、 院長の強引な主張に反対したりもしました。すると、院長は自分で手術を始めました。実は彼はアメリカの有名な医科大学出身で、アメリカ最大の大学病院でも勤務していた人です。それで彼が手術をするということは、実は患者たちもとても喜ぶようなことでした。 そのように一般人の患者を受け入れ始めると、院長一人が対応できる限界を超え始めました。私たち医師たちは子供たちを管理することに集中していましたが、だからといって、手術が必要で入院した患者たちを見て、見ぬふりをすることはできませんでした。そのように一人、二人と院長の手術に参加して、一緒に手術をしなければなりませんでした。 特に私のように病院で長い間勤務をしていて状況をよく知っている経歴がある医師の場合にはより積極的に院長を止めてみたりもしたんですが結局は病気の患者の前では私たちも主張できずまず彼らの体を治すことに集中しなければなりませんでしたそのように一般人の患者が多くなり 当然子供たちは減っていくしかありませんでした。お金にならない子供たちの患者の場合、医師たちがケアをしてあげられないので、他の病院に移らなければならなかったんです。既存の子供たちは他の病院に移動させ、新しい子供たちは受け入れないため、当院の名声は崩れ始めました。そして一般的な普通の病院と変わらない病院になってしまいました。 委員長は頭を悩ませていた子供たちが減ったので心の中では自分に感謝しているくせにと既存の医師たちを怒ったりもしました。そしてお金になる患者を逃したくなく自分の実力以上の分野も 直接手術を引き受けたりもしており、私たちが見るには、本当に金に狂って、部分別に手術をしているように見えました。そんなある日、足にギクスをして、車椅子に乗った東洋人の少女が入院しました。車に敷かれる事故に遭い、骨が砕けた状態でした。院長と私は、一緒に手術室に入りました。少女の足の形が、他の子供たちとは、ちょっと違っていました。 しかし、私は東洋人でもあり、人によって、体はみんな違うような形をしているので、特別には思っていなかったのですが、院長の手術を手伝ってみると、何か変な感じがしました。特別な形をした少女の足を、普段と同じように手術をするんです。そのため、骨を合わせる作業も大変で、まるで適当に仕上げて手術を終えるような感じがしました。しかし、院長の実力がズバ抜けて良かったし、 私が院長の手術を止めるほどの立場ではなかったので、ただ見守りながら補助だけしました。手術は思ったより長くかかり、私が出ると、外で待っている少女の家族たちは、私に来て、手術状況を詳しく話してほしいと言いました。普通、保護者がわかりやすく説明することが、私の仕事なので、 できるだけ難しいことを言わずに説明しました。突然、少女の父親が、うちの娘の特別な骨の形は、手術が大変だったと思いますが、どんな方法でやったのか、聞くことができますかと話したのです。私がどこまで詳しくお話しすればいいのかわからなくて、私は院長に伝えたのですが、ただ大丈夫だと言えと言っていました。それで、私なりに理解しやすいように、 ちゃんと説明をしてあげました。そして、次の日に出勤したんですが、昨日手術した東洋人の少女の父親が、私を訪ねて来られました。昨日、手術を行った状況を聞きたいと言っていましたね。そして、実は自分は日本以来の教授だということでした。日本の大学病院の副院長を務めていたということで、 すぐに手術進行のチャートを見せてほしいと言われました。私は保護者をお連れして院長のところに行きました。ところが院長は出勤していなかったんです。それだけではなく急に休暇を取ったということでした。私は全然聞いてない話なので戸惑い。他の職員たちも午前中に院長の電話を受けて初めて聞いたが、あらかじめ決まっていたことではないと言っていました。 その瞬間、何か手術に問題があったのではと思いました。そうでなければ、このように逃げるように、院長が休むことがないからです。その状況を見守っていた保護者は、私に実は、私はこの病院に新しく来る院長です。すでに、契約書の日付を見れば、今日から私が望むなら、院長の席に着くことができます。しかし突然、私の娘が事故に遭い、家族を直接手術することはタブーなので、 手術に口を出さずに、手術を任せたのです。私が誰なのか明らかにすれば、気になるのではないかと思って明らかにしなかったんですが、今の院長がしている姿を見ると、自分が退く前まで、最大限患者をたくさん受けて、給料をもっと多くもらおうとしていたようですね。どちらに白ろ院長が逃げたので、今日から私が院長の席に座らなければなりません。 そして、正式に私の娘の手術を自分で行います。そうすれば、診療記録と手術記録の両方を見ることができますよね。と言いました。私は、すべてのことがあまりにも信じられなかったので、しばらく何も言えませんでした。しかし、そんな私の肩をつかみ、私を助けてください。お願いしますという言葉に、目を覚ました。私は、手術室に一緒に入りました。 不思議なことに、以前の病院長よりもっと確実な手術の指示と計画を話してくださって、手術室の雰囲気を落ち着かせてくれました。手術室の同僚たちの業務分担を指定してくださり、 万が一の非常事態に備えた計画までおっしゃってくださいました。私たちはこんなに実力のある医師は初めて見たので、とても驚きました。同僚たちも同じ気持ちだったのか、お互いの目を見ながら少し慌てたような姿を見せたりもしました。手術は成功しました。手術の間、一度もため息をつくことも、涙を流すこともなく、完全に手術を完璧に終えることだけに、 集中する姿を見せてくださいました。このすべての過程を見守った私と同僚たちは、責任感のある医師の姿を見て、感動を受けました。ところが、手術が終わってから、新しい院長が私を呼ぶと、既存の院長が来て、整理する時間を差し上げようと思います。実は大きな手術でなければ、すぐに院長が必要なわけでもないので、その間、私は娘の病室で看病をしています。 もし何か大変なことがあったら、その時に知らせてくださるよう、お願いしますと話していました。このような姿は、日本人の特徴なのでしょうか。前の院長に、とても怒っていたはずなのに、落ち着いて状況を理性的に判断し、医師としての責任感ある姿まで見ながら、本当にすごいと思うようになりました。そして、やっぱり日本の医師の実力はすごかったです。 なぜ日本が医療最強国だというのかもわかりました。医学部で勉強するとき、日本の多様な手術の事例と方法を聞きましたが、医師たちの実力が本当についていけないほどだと聞いたんです。実際に見たら本当に実感が湧きました。2日後、前の院長は何事もなかったかのように、 病院に来ました。本人がいない間に手術をしたということは知らずにいました。その瞬間、新しい日本の院長が部屋に入ってきました。院長は気づかずに帰って家でリハビリだけすればいいです。だから今日退院してくださいと言うんです。すると私は患者の保護者ではなく、 この病院で今日から勤務する新しい院長です。もう私に引き継いで、院長の服を脱いでください。そして、もうすぐ警察が来るそうです。警察署に行って、これまで横領した病院の売り上げの内訳も見せ、誠実に調査に臨んでください。また、患者の手術が間違ったことに対する処罰も受けるでしょうと、詳しく状況を話してくれました。驚いた院長は、 興奮して大声を上げ、結局パトカーに乗って警察署へ行くことになりました。その翌日からすぐ出勤した新しい委員長は職員たちを皆集めて挨拶をしました。そしてすぐにこの病院を以前の病院に戻す計画を立てています。真の医師と看護師だけが耐えられる、この特別さを知らせることに努力します。 そして、貧しくて両親がいないまだ幼い子供たちを、またここに連れてこようと思うのですが、ぜひ協力して、応援してくださればと思います。以上ですと話していました。当院の医師たちは、喜びの涙を流したりもしました。病院から追い出されていた子供たちが帰ってくるということでですね。私たちは、委員長に心から感謝を申し上げました。そして、この機会に素晴らしい技術も学べるということも、 とても嬉しいです。ここまで私の話を聞いてくださって、ありがとうございます。日本人は、ちゃんと並ぶこともできないの日本を訪れた外国人女性は、大きく失望することになります。どこに行っても、日本人はまっすぐ並ばなかったからです。彼女が列に並んでいるのに、ただ眺めているだけの日本人を見ると、今まで自分が日本をよく知らなかったようで、イライラしたりもします。 そんな彼女に誰かが近づいてきて、重要な事実を教えてくれます。その話を聞いた彼女は、ショックを受け、全身の力が抜けてしまいました。日本で驚くべきことを経験したという彼女のお便り、一緒にご覧ください。こんにちは。私は、メキシコで闘牛に関連した事業をしている、ベロニカと申します。大学の時、闘牛関連サークルに入ったのをきっかけに、 大学卒業後は、闘牛関連で働いています。私と一番親しい友人のミッチェルも、やはり大学で一緒にサークル活動をした後、今は、闘牛長教師として働いています。私たち二人は、お互いに関連のある職業を選んだので、よく連絡を取り合い、家族のように、親しい間柄になりました。ところが、ある日ミッチェルが、闘牛を長練していたところ、 怪我をしてししてままいました腕の骨に少しひびが入ったためリプスをしなければなりませんでした大きな怪我ではなかったのですがすぐに仕事をするのは不可能だったのでこの機会に旅行に行くと言って休暇をとっていましたそして私も休暇をとって一緒に旅行に行こうと言いました私も就職してから数年間まともな休暇をとっていなかったので この機会に、ミッチェルと一緒にゆっくり休暇を過ごすことに決めました。私たちは、どこに旅行するか悩む必要はありませんでした。なぜなら、私たちのもう一人の親友が、日本人だからです。日本人の友達の佐藤も、大学のサークルで会いました。 サークルの特性上、女性があまりいないため、私たち三人は、大学生活間、ずっと一緒に時間を過ごしながら親しく過ごしました。大学卒業後は、佐藤は日本に帰国しました。佐藤が日本に帰国する日、私たち三人は、空港で大泣きしました。今思えば笑えますが、その日、私たちは離れ離れになることがとても悲しくて、 他のことは考えられず、泣いてばかりいました。それだけ佐藤は、私たちにとって大切な友達です。たとえ離れても、絶えず連絡を取り合いながら、よくビデオ通話もしました。ですから、私たち二人が、一緒に休暇を取ったので、佐藤に会いに行くのは、当然のことでした。知らせを聞いた佐藤は、悲鳴のような歓声を上げていました。しかし、佐藤は私たちが行く日に合わせて、休暇を取ることができませんでした。 2日間は私たちだけで過ごさなければならないので、私たちは2人で見物する場所のリストを作りました。そうして私たちは日本に到着しました。空港で数年ぶりに会って抱き合って喜ぶ様子を想像しましたが、 忙しい佐藤は空港に来れず、私たちはゆっくりと空港を見物し始めました。佐藤から聞いてはいましたが、私たちが思っていたよりも、はるかに大きい空港でした。それに、ショッピングセンターのように、さまざまな娯楽がたくさんありました。私たちは休養もないので、空港をゆっくりと見回して、時間を過ごしました。そのうち、私はとても衝撃を受けることになります。 空港の片隅に大きくてふわふわしたソファがあって、そこに座ってみました。その瞬間、目の前に携帯電話がいくつか充電中の様子が見えたんです。その周りには、携帯電話の持ち主たちが充電されるのを待ちながら、本を読んでいたり、まして寝ている人もいるんですよ。メキシコでは、空港に到着すると、スリから貴重品をちゃんと守らないといけません。 日本の空港のような姿は、実は携帯電話を販売しているところでも見られません。携帯電話の代理店までも、すりを心配して、偽の携帯電話を展示しているんですから、私たちは、その携帯電話のすぐ前に座っていました。まるで盗めないように警備しているようでした。ところが、誰も盗んでいく人がいなくて、平和でした。こんな姿が見られるとは、想像もできませんでした。 日本人たちは一体どんな人でこんな社会意識を持っているのか気になりました。実は佐藤を見れば見当がつきます。佐藤はいつも携帯電話をトレーのそばに置いて食事をとります。私たちが何度も注意をしましたが直すのが簡単ではありませんでした。ある時は野外のカフェでコーヒーを飲んでいたんですが通りかかった男が佐藤に電話番号を教えてと紙を差し出したんです。 佐藤が拒否し、去っていく男の手を見ると、いつの間にか佐藤の財布を持っていました。テーブルの上に置かれた佐藤の財布の上に、紙を乗せて、持って帰るふりをしながら、財布まで持っていったのでした。幸い、すぐに気がついたので、財布を取り返したのですが、佐藤の習慣は、すぐには治りませんでした。佐藤はメキシコで暮らして、それに最も苦しんでいました。どうして自分のものではないのに持っていくのか、 そして他の人に取られることを心配して自分のものもまともに取り出せないのかとですところが日本に来てみたら佐藤のそんな習慣が理解できました日本では自分のものでなければ持っていきませんでした携帯電話とスーツケースを横に置いてのんびり寝ている人たちは皆日本人でした佐藤はメキシコと日本の最大の違いは治安だと言っていました私たちは日本について すぐに佐藤の言葉を理解するようになりました。佐藤に電話し、この事実を知らせたところ、佐藤は大笑いしながら日本ではそんなことはとてもよくあることだよ。これからもっと見ることになるから、あまり驚かないでねと言うんですよ。そして、私たちが行きたい観光地は、高速列車に乗っていかなければならないという話をしてくれました。私たちは、 高速列車に乗って観光をした後、翌日、佐藤に会う予定でした。思う存分、空港の見物してから、私たちは列車に乗るために、乗り場に行きました。日本の空港は、バスと地下鉄、そして、タクシーと電車まで、すべての公共交通機関を利用できるようになっていました。そして、公共交通機関で行きたいところまで、一本で行けるインフラが整っていたんです。 私たちは、その事実に驚愕してしまいました。実はメキシコでは、空港の近くの街に住んでいる人でなければ、空港まで行くのに時間がかかるので、大変です。そのため、空港から遠い地域に住むと、帰って飛行機に乗っていく方が、ずっと楽です。 ところが日本では数百 km も離れた遠い場所も列車を利用すれば2時間足らずで到着するということでこれは本当に想像もできなかったことで私たちは日本人がとても羨ましかったです乗り場についてみるとやはり佐藤の言う通り日本人たちは秩序を守っているのかちゃんと並んでいました でも、とても不思議なことに、長い列に並んでいるのではなく、途中で切れている列が、いくつもあるんです。私はこれが何を意味するのか、いくら考えてもわかりませんでした。そこで私たちが下した結論は、おそらくそれぞれの列ごとに違う列車に乗るのだと思いました。それで、自然に列車の入り口に立っていた人たちの後ろに並びました。 だから私の後ろには隙間があって、その隙間から少し離れたところに次の人たちが並んでいる状態です。 みんな私たちを一度見たら何の反応もなくそれぞれ携帯を見たりしていました。私たちはきちんと列を作る競争のようだと言いながらお互い気が利くなと褒め合ったりもしました。少し待つと高速列車が入ってきました。列車に乗ってすぐに感じたのは車内の空気自体がとても快適だということでした。メキシコでは列車に乗ると汗の匂いやタバコの匂いが染みついて とても臭いんです。でも、日本の列車からは、良い香りがして、不快な匂いが全くなかったんです。座席と床まで、紙ゴミ一つもない電車に乗ると、とても気分が良かったです。乗ってすぐ周りを見回しました。佐藤が以前、日本の列車には充電できる電源があると言っていたんですが、信じられなかったんですよ。その言葉が、本当なのか。 確認したくなりました。でも、本当にあったんですよ。ミッチェルは、今からでも、佐藤の言葉を信じてあげなきゃと笑いながら、私に静かに囁きました。ベロニカ、日本の列車は、シートがとても清潔で、飲みや虫が全然いないよと言っていました。メキシコでは、シミがついて、汚いシートはもちろん、その間に、飲みや虫がたくさんいるんです。 それで私たちはバスや地下鉄に乗っても座らずにいつも立っていました。でも日本の列車はシートも周期的に消毒をしていつも清潔さを保っているそうです。正直我が家のソファよりずっと綺麗に見えました。そのせいか私たち二人は列車に座ったらすぐ眠ってしまい到着したという放送を聞いて急いでおきました。 列車に乗って、こんなにぐっすり眠ったのは、生まれて初めてのことです。私たちは、目を覚ましてすぐ、なくなったものがないか調べました。メキシコでは、列車で眠ってしまうと、その間に、財布や携帯電話をなくしてしまうというのは、日常茶飯事です。しかし、膝の上に置かれた携帯電話は、1時間以上寝ていたのに、そのまま置いてありました。 とんでもない状況に、ミッチェルと私は戸惑いながら、このような環境で暮らしている佐藤がとても羨ましくなりました。私たちは有名だという観光地に立ち寄って、日本の美しい自然を見ました。他の国では、首都以外の場所に、女性二人が観光に行くことは、事実上不可能なことです。様々な危険を犯さなければならず、大きな決心が必要です。 でも日本ではどこでも自分が行きたいところに行くことができましたそして日本のインフラがどれほど素晴らしいかご存知ですか高速列車に乗って目的地に到着し地下鉄で他の観光地を回りバスに乗って再び戻ることができます希望する公共交通区間を利用して行きたいところに簡単に快適に行けるそのすべてを難なくできるところがまさに日本でした そして、お金とパスポートが入ったカバンをしっかりと隠さなくても、誰かに盗まれる恐怖も感じる必要はありませんでした。私たちは、今まで自由に暮らしていると思っていましたが、本当に自由な旅行をしてみると、このようなことが、どれほど生活の質を高め、人を幸せにすることができるかがわかりました。ミッチェルと私が本当に驚いたことは、他にもあります。 まさに24時間無人ショップでしたしばらく観光地を歩いていて飲み物を買うためにスーパーに入りましたしかし店員がいないんです品物を選び終わった後も店員が来ないのでちょっと待っていたんですよところが私たちの後に入ってきた子供がアイスクリームを選んで一人で決済までして出て行ったんですミッチェルと私はびっくりしながら決済をしてみましたそしてものすごい衝撃を受けました それはミッチェルも同じでしたオーナーのいない店舗が存在するというのはありえません店員がいないのにお金を正確に計算して帰るお客さんも同じですメキシコでは本当に想像もできないことですこのような店舗はオープンする日がおそらく最後の商売になるでしょうドアを開けたと担任が押し寄せて売り場の中にある全ての商品を持っていくからです 私の考えでは、品物は当然盗んでいくし、その売り場にある用品までも、すべて盗んでいくことが明らかです。でも、日本では、このような不可能なことが実現している姿に感動しました。やっと佐藤と会う日になり、私たちは、朝からワクワクした気持ちで、ホテルを出ました。佐藤は、私たちに会うために、 ホテルのロビーに行きました。私たちは、会うや否や大声で叫びながら、ハグをしてしばらく喜びました。佐藤が計画したスケジュールは、遊園地でした。ミッチェルと私は、こんなに大きな遊園地には、初めて行きました。子供でもないのに、遊園地を見て、笑みがこぼれるほど幸せで嬉しかったです。私たちは、最も人気があるという乗り物で行きました。 遊園地の列も列も車ににに乗っったたと同じようにやっぱりバラバララ並んでいたんででいす私たちは堂々と最初の列の端に立って立ちましたすると佐藤がなぜそこに立っているのかと早く後ろに来るように言うのです私はここでもいいと言いました佐藤はびっくりしながらこの後ろにちょっと離れて並んでいる人が見えないのかとその人たちもここに並んでいるのだと説明しました私はとてもびっくりしながら それはどういう意味かと、また聞き返しました。佐藤がその列の秘密を話してくれた途端、私は床に座り込んで、泣きたくなりました。佐藤は、私にこの列とあの列は、同じ列だよ。でも、長い列を作ると、道を通る人たちの迷惑になるでしょう。それで、間にスペースを空けて立つんだ。 だから、あなたはその間に割り込んで、並んだことになるんだよと言っていました。私は日本に着いた瞬間から、今までそんな風に並んでいたと言いました。佐藤はびっくりして、ダメだよ。と叫びました。ところが、佐藤と同じくらいミッチェルと、私も驚きました。そして、本当にすごいなと思い始めました。 他人を配慮するために誰かがやらなくても自発的にそんな列を作るなんて通りすがりの人たちが不便を感じないように効率的に列に並び順番を待つ姿を見ると。 日本人たちのレベルがどれほど高いかわかるようになりました。それに私たちが割り込みをしたことを知っていながらも、ただ眺めているだけで嫌なことを言ったり、阻止したりする人がいなかったということも思い出しました。その言葉に佐藤は日本人をよく個人主義と言うが、それは他人を不快にさせないための配慮だと言える。日本人は相手が望まない配慮をしないだけだよ。でも、助けを必要とする人がいたり、 困っていたりする人を見ると、自分が不便を感じながらも、理解して助けてくれる人なんだよ。多分、君たちは外国人だから、よくわからなくて、列に並んでいるのだと思ったと思う。だから、君たちに怒る必要もなく、ただ理解して譲ってくれたんだと話してくれました。自分がしたいことがあれば、他人を配慮せずに、自分が一番優先だと思って、生きてきたことが、恥ずかしくなりました。 そして、メキシコに帰ってきた今も、その気持ちには変わりがありません。それで、配慮と譲り合う心を持って行動するために、努力しています。私に大きな悟りをくれた日本を愛しています。私の話を聞いてくださって、ありがとうございます。誰か非常ベルを押してください。外国人女性が、トイレで大声で叫んでいます。 トイレの中では小さな子供が不安そうな表情で立っていました。その時突然やってきた人たちを見て、この外国人女性はびっくりします。自分をどうやって見つけたのかと押しかけた人たちに聞いています。 その時、近づいてきた人のうちの一人が、この女性に重要な話をしてくれました。静かに話を聞いていた女性は驚きます。一体、この外国人女性には何が起こったのでしょうか。今日のお便り、一緒に見てみましょう。こんにちは。私は、イタリアで、ファイナンシャルプランナーとして働いている、ベアトリーチェです。平凡な家庭で育ち、勉強はそこそこできた方なので。 今の職業に就くまで特に困難はありませんでした。安定した職を得て出退金だけを繰り返しながら平凡に暮らしていた私に特別な点があるとすれば両親が私が25歳の時に子供を産んで妹ができたということです。他の人たちが見るとマルティナは私の娘のように見えるほどです。 また、年が離れているので、私はとても可愛がり、いつも連れて歩いていたら、近所の人の中には、私が子供を産んだと思う人がいるほどでした。私の家族は、マルティナが生まれた後、本当に毎日笑顔が絶えないほど幸せでした。小さな子供が、そんなに大きな幸せを作ってくれるということがすごいと思いました。ところが、マルティナが5歳になったとき、両親は、 交通事故で二人とも他界してしまいました。あまりにも突然のことに私はかなりのショックを受けましたが、マルティナのことを考えて私がしっかりするしかありませんでした。不思議なことにその小さな子供が私が生きていく上で大きな力になりました。その時から私はマルティナを育てることに集中するようになりました。両親が亡くなった後、整理しなければならないことも多かったし、 これから自分の仕事をしながら、マルティナをどのように育てるか、数ヶ月間休暇をとって、たくさん悩みました。幸いにも、我が家の近くには結婚した高校の友達が住んでいて、その友達は、まだ子供がいませんでした。それで、私が午前中は出勤し、マルティナを幼稚園に送り出し、その友達が、午後マルティナを迎えに行き、私が退勤するまで、面倒を見てくれることになりました。 友達はとても喜んでいました。マルティナの小さい頃から見てきたし、私と一緒にマルティナを連れてたくさん遊んでくれた友達なんです。その友達は午前中にアルバイトだけしている友達だったので、時間もちょうどよく、何より私が安心して任せられる友達だったので、とても良かったです。 そうして3年間はマルティナを育てるには何の問題もありませんでした。その後私の友人は妊娠しマルティナは学校に通うようになりました。もう幼児ではなかったので学校が終わって家に帰ったら一緒にいてくれるシッターさんを見つけました。シッターさんがマルティナの宿題を見て夕食を作ってくれる時間帯に私が退勤しました。 そうやって自分の仕事をしながらも支障なくマルティナを育てることができるようになりました。ところがある日、会社では海外セミナーがあると言って私に時間を作れるかと聞いてきました。日本で開かれるセミナーなんですが私にぜひ参加してほしいということでした。私はかなり悩みました。なぜなら日本はこれまで職場の同僚たちが私にぜひ一度行ってみてほしいとおすすめしていた国なんです。 私たちの職場には子供3人を育てる先輩がいます。その先輩は大学の時、日本で3年ほど留学生活していました。しかし子供を育ててからはまた日本に行きたいと思うそうです。そういう話をよく聞いていたので私が妹を育てるようになったということを知ると私にも日本に行くことを考えてみるように言われたんです。自分もできるだけ早く絶対行くと言いながらです。 私があまり興味なさそうに見えたのか、急に職場にいる日本人社員を呼んでいました。うちの職場には日本支社から派遣された日本人職員が何人かいたんですよ。 彼らに日本についてあれこれ聞きながら自分が知っていることを話すと日本人職員もやはり自分の国だからではなく日本は子育てをするのにとても良い環境だと言っていました私は本当にそんなに良いのか気になってちょっと調べたりもしましたまず一番良いことは治安だったんです子供たちが学校が終わったら 家が同じ方向の友達と一緒に歩いて家まで帰ることができ、公園でも自由に遊べるということです。実はイタリアでは子供一人だけで外出させるのは不安なんです。道端にいるホームレスや酒や薬に酔った人たちが歩き回っているので、子供たちにどんな害を与えるのかわからないので、一人で外出はさせないんです。 でも日本は、そんな心配なく、子供を遊ばせる国だそうです。私はますます惹かれ始めました。 それに子供のための体験プログラムや様々な企画展も多いようですね。子供たちのために配慮したものがたくさんありましたが、安全だという言葉が私が一番惹かれた言葉でした。色い々ろいろ考えて本気で悩んでいたところ、会社からちょうど日本出張の話が舞い込んできました。私はこの機会に同僚たちが言ったことが本当なのか、日本で直接確認したいと思いました。日本の同僚たちは多分、 私が日本に行けば確実にわかるだろうという自信満々な表情で私を眺めていました。私はセミナーの期間中に休暇を追加して申し込みました。日本という国には簡単に行けないのでこの機会にマルティナを連れて行こうと思ったんです。そうして私はマルティナを連れて日本に行くために準備をしました。 会社で私を配慮してくださったおかげで、宿とガイドを休暇期間中、ずっと利用できるようにしてくれました。私は、マルティナを育て始めてから、一度も海外に出たことがありませんでした。数回のセミナーの機会も、他のスタッフに譲り、マルティナの元を離れませんでした。久しぶりに海外に行くことになって、とてもワクワクしました。それに、マルティナと一緒にいられるから、不安もないし、とても興奮しました。 マルティナは日本がどんな国なのかも知らずに、ただ飛行機に乗ることに楽しみだと喜んでいました。私たちは長いフライトの後、日本の空港に到着しました。初めて多くの東洋人を見た。マルティナは少し緊張しているようでした。でも、すぐに気分が良くなるのを感じました。それは日本の空港職員がマルティナを見てイタリア語で質問をしたからです。 見知らぬ環境に緊張していたのですが、急に自分が知っている言葉で質問をされ、すぐに微笑んだんです。私は何度か外国に行ったことがありますが、ほとんどの空港職員は英語で話すので、イタリア語で話す職員は初めて見ました。そういう姿に私も気分が良くなりました。日本は国民全体が教育に熱い国のようでした。みんな行動と話し方が礼儀正しく親切でした。 仕事の処理も早くて、入国手続きをするのも無駄に時間がかからず、スムーズに通過できました。私たちは、ドアが開くや、否や、私たちを待っている、いぶきという人に会いました。彼は日本支社にいる職員で、イタリア本社で働いていたことがありました。私と面識もある仲なので、嬉しくもあり気楽でした。私たちは、いぶきの車でご飯を食べるために、日本料理店に行きました。 イタリアではマルティナは10歳の子供にしては寿司をよく食べる方でした。たまに私に買ってきてと頼んだり、休みの日には一緒に日本料理店に行って寿司やいろんな日本料理を食べたりしました。そのことを知っていたイブキはメニューを日本料理店にしたんです。案の定マルティナは寿司を見た途端、喜んでいました。 形はもちろん、イタリアで食べたものより、日本で食べる方がずっと美味しかったです。さらに、うどんも一緒に食べました。すべての料理が、マルティナの口によく合い、好き嫌いなくよく食べていました。私はその姿を見て、もし日本に来ても、食べ物の心配はしなくてもいいと思いました。子供たちにとって食事が合わないことは、大変なことです。 だから大きな心配事は一つは減らせました。食事を終えて宿に行きました。遠くから来たのでゆっくり休めと言いながら、いぶきは翌日の午前にホテルの1階で待ち合わせすることにして帰りました。私はマルティナと一緒に地下鉄に乗って近くの公園に行ってみることにしました。実は地下鉄に乗ってみたかったのですが、どこに行けばいいのかもわからず、あまりにも遠いところまで行くのは不安だったので、 ホテルのフロントに聞いてみたら、地下鉄に乗って、3駅くらいのところに、大きな公園があると教えてくれました。何も知らない日本での初挑戦だったので。 とても緊張しました。しかし、あまりにも同僚たちが安全だと言っていたので、信じて外に出てみることにしました。地下鉄はとても綺麗で清潔で、子供と一緒に乗るのも問題ありませんでした。イタリアではホームレスもいるし、汚いところが多くて、子供と一緒に乗ると気になることが多いんです。 でも、日本はとても快適でした。また、人々が秩序をよく守る姿を見て、日本国民の社会意識のレベルが、イタリアとは比べ物にならないほど高いという気もしました。秩序をよく守って、ゴミをポイ捨てしない日本の地下鉄を見て、私は、マルティナに見習わなければならないと言いました。そして、私たちは公園にたどり着き、散歩を楽しみました。日本は、どこでも行きたいところへは、 公共交通機関を利用していけるように作られたインフラが整った国でした。地下鉄を降りても目の前が公園なので簡単に見つけて入ることができました。そのように公園でマルティナと一緒に散歩したり美味しい食べ物を買って食べたりもしました。公園にいる全ての人は 平穏に見えたし、危険は全く感じられませんでした。職場の日本人が言っていたように、日本人は自由に自分がしたいことをしながらリラックスして、公園で休息を楽しんでいました。私はそこでレジャーシートを敷いて、マルティナと本を読んだり、ボール遊びもする姿を想像してみました。 想像だけでも、とても素晴らしいと思いました。実は日本では、夜も公園散歩ができると聞いたのですが、初日からそこまで挑戦はできなかったんです。マルティナとしばらく座っていて、宿に戻るために、地下鉄の駅に行きました。まだ時間が少しあるので。 ベンチに座っていると、マルティナがトイレに行きたいと言いました。私が座っているベンチからトイレが見えたので、マルティナに行ってこいと言って、私はトイレを見ていたのですが、マルティナが入ってから、しばらく経っても出てこないのです。 急に怖くなり、夢中で走ってトイレに行きました。目の前にあるトイレなので、数秒の距離なのに、その間に、いろんな悪い想像をしてしまいました。急いで飛び込んだトイレで、マルティナを呼び始めました。すると、一番端の個室で、マルティナが静かに泣きながら、私を呼ぶんです。私は驚いてドアを叩くと、マルティナがドアを開けて、私はとても驚きました。マルティナが、サロペットを完全に脱いで立っていたんです。 一瞬、何があったのかと思って、周りを見てみました。非常ベルというのが目につき、何があったのかよく聞かずに、私はそのベルを押してしまいました。そして、どうしたのかと、マルティナに聞いたら、トイレが間に合いそうになくて、何の服なのかも考えずに、服を脱いで、そのまま座ってしまったというのです。ところが、サロペット半分が、便器の中に落ちてしまい、 驚いたときに、その上に小便をしてしまったそうです。それでサロペットを脱いで、私が来るのを待っていたんです。その瞬間、急に警備員がドアをたたく音が聞こえました。私はマルティナにしばらく待つように言い、警備員に状況を話しました。そして、子供を置いて、私がここを離れることができないが、子供が着られる服は、どこで手に入れられるかと尋ねました。警備員は無線で話をして、 5分も経たないうちに、他の警備員が、子供の服を買ってきてくれました。ズボンはサイズがわからないため、小学生が履くくらいのジャージでした。地下鉄の駅の中の商店街で、急いで買ってきたので、サイズが合っているかわからないということですが、私はとてもありがたかったです。早くマルティナの服を着替えさせ、トイレから出てきました。でも、何か両手が寂しかったんです。 そして私が座っていたベンチにカバンをそのまま置いて急いでトイレに飛び込んだことを思い出したんです。これは100%誰かが持っていったという気がしてそれなら仕方なく警備員のところへ行ってもう一度お願いをしなければならないと思いながらベンチに向かいました。しかしなんと私が座っていた席にカバンがそのまま置かれていたんです。私は日本で一番驚いたことをあげろと言われると この出来事です。持ち主がその場にいないカバンが20分経ったのに誰も持っていかないというのはイタリアでは想像もできないことです。翌日、息吹に会ってその話をしました。息吹は私の話を聞いて日本のトイレにはみんな非常ボタンがあると言っていました。とても小さなことですがこれがいかに賢くて素晴らしい方法であるかを。 今回切実に感じました。そして日本では他人のものは盗まないという話もしてくれました。もちろん泥棒がいないわけではないですが、普通の人はみんな持ち主のいないものを見ても自分のものでなければ持っていかず、あるいは忘れ物センターに預けて持ち主を探してくれるという話もしました。イタリアではいつもスリに気をつけなければならず、もしすりに取られたら、 釣りりをををしした人人よもも気気つけななないいがもっとと大きな過ちを犯しているる言われる雰囲気なんです私はなぜ日本で子供を育てたいというのか十分に理解できました。子供が正しく育つような社会的な雰囲気なんです。イブキはマルティナのために子供センターに案内してくれました。ここは子供たちが遊べるキッズカフェもありましたし、 様々な安全体験ができるところもありました日本は子供たちを教育するためのさまざまなプログラムがありそれぞれの学校で無料で体験活動もできるんですどれだけ裕福な国でこれらを無料で提供できるのか気になりながらこれらすべてを当たり前のように享受している日本人が羨ましくもありました私は日本を離れてもまたすぐに日本に行き 家を手に入れようと思いました。マルティナと私は日本での生活の準備で忙しくなりそうなので、今ワクワクしています。これから私とマルティナの将来に希望があふれることを祈りながら、ここで文を終わります。ありがとうございます。